部活は休みなのか。お、珍しくな。ツナはいいか。今日は宿題があるみてえだな。部屋にこもって頭を抱えてたぞ。あいつ意外と悪あがきはするんだよな。おめえは宿題やらなくていいのか。これか。俺はどうせできねえからやんねえな。なんだ、なんか今爆発したみてえだったけど。気のせいだろ。あれ、ランボじゃねえか。いつからいたんだ。山本、最近なんかいいネタは入ったか。お、ネタか。そうだな、そういえば最近でかいタコが入ってきたぞ。タコか、そいつはいいな。タコならイタリア料理でもうまいが、寿司のタコも絶品だからな。そうだな、しかも親父の握るタコは最高だぜ。そうだな、竹寿司は日本一の寿司屋だな。おう。どうしたランボ、なんか今日元気ねえな。なあ山本、せっかく部活もないことだし公園でも行かねえか。おう、そうだな。山本、俺は滑り台がいいぞ。お、滑り台か。よし、行こうぜ。もう、リボン探したんよ。ずっと探してたのに。おう、ビアンキ、ちょっと山本と遊んでてな。ひどいわ、リボン。私と約束してたじゃない。それを、山本たけしと遊んでたなんて。すんません、偶然小僧と会っちゃいまして。ま、そういうのって。まあいいわ、リボンに会えたんだ。そうだわ、リボン、あなたに食べてもらおうと思ってお菓子を持ってきたの。作る時間がなくて市販のお菓子で悪いんだけど。お、市販のお菓子か。気が利くじゃねえか、ビアンキ。食べさせてくれ。もちろんいいわ。はい、リボン。やっぱり市販のお菓子はうめえな。あら、リボン、あなたってやっぱり優しい。手作りできなかったことを許してくれるのね。気にするな。あ、うん、とってもうめえし安全だ。お、食べさせてもらってるのか。
よかったな。山本、おめえも食べさせてくれ。まあ、リボンたら、私が食べさせてあげるのに。やっぱり甘えん坊だな。仕方ねえな。ほら。どうだ、うめえか。おう、うめえな。気に入ったぞ。そうか、よかったな。ほら、どんどん食べろ。おう、サンキューな。何よ、このリボーンと山本たけしの空気はあんたのせいよ。あんたのそのノリが余計にムカつくのよ。消えなさい。